こんにちは、大樹です。昨日ある卒業生の、コーチと話をしてて本当に感動したんで、ちょっと皆さんにもシェアしたいと思います。まあ、我々コーチはいろんなところに呼ばれることがあります。なんかグループコーチングしてとか講演会してとか、そんな風に呼ばれながらですね、でそこのいる人たちのこうモチベーションを上げたり、何か気づきを作ったりすることがあります。そのコーチは昨日ある高校に呼ばれたんだそうです。そして事前情報が本当に大変だったと。ここの子たちは絶対に夢なんか語りませんから、って夢なんかありませんから、でなんかイエスノークエスチョンだったら、答えがイエスかノーだったらどっちか言うことはあるかもしれないけど、でも本当に自分の言葉で何かを語るとか考えるとか、そういうことはまるでできませんから、とこう言われたんだそうです、その学校の関係者の人に。でもその仕事を引き受けた時に絶対に決めたって言ってました。私は諦めない、きっと何かあるはずだって。だって高校生でそんな自分の考えがないとか違うはずだと、もう言うことを諦めてるのかもしれない、勇気をくじかれてるのかもしれない、でも絶対にあるはずだと。で今日はよそ者で行こうって、要はそこに同調しないって、私は相手のことを信じてる、私はできることを全部やる、でどんなにみっともなく思われても構わない、2時間しかないんだから、2時間でとにかく少しでも彼らの心に何かを残すんだと思っていくわけです。そして自分ができることを全部やるわけ、いろんな話もするし、いろんなワークも全力でです。こんな大人がいたっていいじゃないかと、たまに一緒に1回しか会えない、だから変な大人と2時間過ごしたっていいじゃんと、でも絶対に一人一人の何かに火をつけるんだ、思いを聞くんだって、何でもいいから話してもらうんだと、みんなの前で話すっていう体験をしてもらうんだというふうに決めていったんだそうです。最初は大変だったって言ってました。でもそのコーチが頑張ってるのを見て、そこの校長先生が一番率先してバカみたいにみんなの前で大きな声を出して、みんなに何か伝えてくれたんだそうです。でそれで少しずつ変わるわけ、誰かが率先して何かやるんで、もう一人がついてくる、でだんだんそこにみんなが集まってくるんです。であなたは一人じゃないです、あなたがやったら誰かがついてきてくれます、二人目が出るまで、三人目が出るまでやるんです。そしたらそこにムーブメントができる。でその大人の本気さを見てて、しらけてると言われてる、夢なんか語らないと言われてる高校生たちが語り始めるわけ。実は俺は何々になりたいんだって、どうやってやったらいいか分かんないけどとか、夢じゃないけど実はこういうのが好きで、こういう関連のことできたらいいかもしれないって、でも自信がないんだってこう語るわけです。で仲間がそうやって話してるのを見て、あそうなんだ、初めて知った、どうって、その仲間の声聞いてって言ったら、いやいいと思いますって、頑張ってほしいと思います、じゃああなたは何やりたいので、そういうのが起こってくるんです。たった2時間です。私たちが相手のどこを見るかで、できないということに耳を貸さない、もちろん彼らの立場には立ちます。どうしてしらけちゃうんだろう、どうして夢語りたくないんだろう、語れないんだろう、そのことには立つけれども、誰かがした解釈に我々は乗っからないということです。この子たちはダメなことは分かんないことは乗っからないということです。でやっぱり信じてやりきる、そしてどう思われてもいいから自分をさらけ出す、そうした時に何かが動くのかもしれないということなんです。でそのコーチがね、前で発表した子たちは多分一生忘れないと思うって、あんなに勇気持って、でもみんなに認められて応援されてって、あんな体験はないはずだからって、そうなんですよ。で一回それがあったら、それを見たら何かが動くんです。そして折に触れ、俺は本当は何したいんだろうって考え続けるわけです。最後ね、車で帰る時にその子たちがね、手がちぎれるぐらいこう手を振ってくれたんだって。でやっぱりきっと何かが残ったんですよね。で一期一会だから、短い時間だから、私たちは他人だから、だからこそやるんです、やっぱり相手のために飛び込んでいきたいなとか、チャレンジしたいなとか、もっともっと殻を破りたいなと、強く思った出来事でした。一緒に頑張りましょう。それでは。